兵庫県丹波市貝原町にある貝原八幡神社は貝原の薬人さんの呼び名で親しまれており、毎年2月17、18日には厄除け大祭が行われ、およそ10万人が訪れています。貝原八幡神社で18日の午前0時から行われる青山祭壇の儀についてお話をお聞きしました。まず青山祭壇の儀ですが、ちょうどこの裏手のこちらの方にが、青山祭壇という祭壇を組みまして、ここにひもろぎと言いまして、そもそもその青山というのはこの大きな山をこの表しております。ここに、災いをもたらす神様を、お招きして、おもてなしをするわけですね。そしてこの厄除け神社にお祭りされている、八幡彦の神、八幡姫の神、久納戸の神というこの三柱の神様が、おもてなしをするというお祭りでございます。そもそも、この貝原八幡神社は1024年の満寿元年に、京都の石清水八幡宮より御本霊を賜りまして、丹波別宮として創建された神社でございます。貝原八幡神社の他の神社とは違う特徴をお伺いしました。当社の方は神仏集合の名残を非常に留めておりまして、こちらの方にあります三重の塔ですね、こちらは全国で18社に残されております。それでありますとか、今鳴っておりますこの鐘などは大変仏教色が強いものでして、明治時代に全て取り除くというように政府から命令が出ます。その政府の命令がありましたが、八幡文庫といいまして、図書館であるというそういった名目で特別に残されたこと、残すことを許された、そういった神仏集合の名残を今に留めている、そういったところが非常に特色があると思います。